よし、ソマ、今から料理勝負すっか。は？丈一郎さんにそんな過去があったなんて。しかし堂島シェフ、やはり分かりません。亡きりあざみはどうして。心から憧れていた丈一郎の挫折にあざみなりに葛藤し、その過去に復讐しようとしている。丈一郎以上に手を差し伸べてやるべき存在だったのかもしれないと今は思う。な、ソマよ、お前今俺に何杯してんだっけ。490杯だけど。それがお前の強さだ、ソーマ。どんなハードルでも楽しんで、自分の弱さとどこまでも向き合おうとする。他の何にも変えがたい強さ。もしお前が俺だったら、あの時どんな顔をしてたかな。決まってるか。もしもし、道島ですが。おう、銀、あれあれ、丈一郎元気か。だいぶ前になるけど、俺日本に帰ってきてんだよ。何？ガキもできてさ、今幸せに料理してっから。雪降って店で。あ、雪、あ、客来たから切るわ。じゃあ、おい。そうか、料理してるのか。あの瞬間に分かった。奴を嵐から救い出した人物、その一人がこの少年だと。雪平相馬、丈一郎のもとに生まれてきてくれたこと、奴の友として心から感謝する。よっしゃ、親父、今日こそ勝つぜ。